はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではドラゴンクエスト5、実況の続きをやっていこうと思います。で、前回はですね、まず妖精の国に行きまして、さらにそこから過去のサンタローズに行きまして、ちっちゃい頃のゴンゲンからね、ゴールドオーブをまあ受け取りまして、無事にね、天空城を復活させたところで、まあ、終了したんですけれども、まあ、天空城が復活したのはいいんですけれども、まあ、肝心のマスタードラゴンは不在ということでね、ボブルの塔というところに行って、まあ、そのマスタードラゴンをね、復活させないといけなくなったわけなんですけれども、まあ、とりあえず今回はまあボブルの塔には行かないでですね、あるイベントの方をね、先にやっちゃいたいと思います。それで、あと実況外でレベル上げをしまして、ゴンゲンがレベル45、ゴンイチがレベル39で、ロンがレベル40まで上がっております。あとは装備品なんですけれども、ゴンゲンに炎の鎧と炎の盾を買ってあるというのと、まあ、ゴン一にもね、一応炎の盾をまあ買ってあるという、まあそういう状況ですね。それでまあ、あるイベントというのはまあサラボナーなんですけれども、まあルーラで一気に飛んじゃいましょうか。まあサラボナーも久しぶりですね。お、早速イベント。頼みましたぞ。今まで以上に厳重な見張りを。何かあったらすぐに私に知らせるのです。なんか緊迫してますね。じゃあルードマンの後はまあ、まっすぐ追わないで、まあいろいろね、話を聞いてまいりましょうか。うわあ、昼間はダメね。どうも調子出ないわ。あ、そうですか。至って平和ですね。昨日は伸びすぎたな。よし、向かい酒だ。グビグビグビ。う、ゲロゲロ。汚いな、相変わらず。ここのところルードマンさんがよく来るんだよ。おう、外で酒を飲むような人じゃなかったんだがね。まあ、何かあったんでしょうね。宿屋さんは特に変化はなさそうかな。この女性はサラボナの町用の人かな。ここはサラボナの町用と。じゃあアンディの家でも行ってみましょうか。おや、まあゴンゲン元気だったかい。まあ石になってたとはいえ、まあ元気といえば元気ですね。あんたたちの結婚式がついこの間のようだね。なんとまあ、こりゃあんたの子だね。目元がそっくりだよ。ああ、そうですか、ありがとうございます。おう、お前さんはゴンゲン一段とたくましくなったようじゃの。ほほう、父親になったとはあっぱれじゃ。ゴンゲン、まことめでたいの。ほっほっほーと。まあこのおじいちゃんおばあちゃんは相変わらずですね。で、肝心のアンディがいませんけれども、まあおいおいね、会いに行きましょう。この人はゴンゲン。ゴンゲンじゃないか。はい、何年経とうがあんたの顔を忘れるもんかね。ところでもルドマンさんには会ったのかい。まさきちらっと見かけましたが。なんだかこの頃ルドマンさんは顔色が悪くて様子がおかしいのさ。なるほど、まあ何かあったんでしょうね。防具屋さんのラインナップは以前と変わんないかな。変わらないですね。じゃあ裏回ってちょっと話聞いていきましょうか。うちの人があんなにたくましいとは思わなかったよ。あたしゃこれ直したね。なるほど。やい、かか、お茶持ってきやがれ。ひどいセリフですね。おっと、女房じゃなかったのか。女房なんてものはガツンとやってやりゃいいのよ。わっはっはっはーと。まあ8年前と比べて随分夫婦関係が変わりましたね。以前は奥さんがね、働いてて、まあ旦那さんが完全にこう尻の下に敷かれてたみたいな感じだったんですけれども、まあいろいろあったんでしょうね。山奥の村の西にある祠の中で赤く光る壺を見つけたんだよ。ほう、ルドマンさんに話したら、そんなバカなって真っ青な顔をしちゃってさ。なんだか悪いこと言ったのかな。うん、どうなんでしょうかね。
教会は、まあ、通常営業かな。かつて別々に育った他人同士の二人が夫婦となり、家族となり、その後の人生を歩む。思えば結婚とは神が人に与えたもうた不思議の一つですね、ということですね。じゃあ先にルドマンに会いに行きましょうか。お、犬いますね。名前は何でしたっけ？ペス？あ、リリアン。全然違いましたね。クーン、クーン。リリアン。すっかり忘れてましたね。いらっしゃいませ。ここはルドマン様の屋敷でございます。と。もう一人なんかお付きの女性いましたけれども、いなくなっちゃってますね。まあ、ゴンゲン、帰ってきてくれたのね。はい。あ、神様は私たちを見守っていてくださったのだわ。ゴンゲン、どうか力を貸してちょうだい。うん、まあ、話によっては貸してあげましょう。数日前、この町にやってきた旅の商人の話を聞いてから主人の様子が変わったの。でも、私には何も話してくれないし、ああ、もう心配で。まあ、よっぽど大変なことが起こったのでしょう。じゃあ、ルドマン、お久しぶりです。なんと、ゴンゲンか、いつ戻ったのだ。いや、積もる話は後にしよう。今は私の頼みだけ聞いてもらえないか？家かな。過ぎゆくときは、こうも人を薄情者に変えるものなのか。すいません、ルドマンさん。では、話聞いてあげましょう。まあ、ゴンゲンとビアンカの仲男ですからね。じゃあ、頼み聞きます。はい。町の北にある山奥の村の西の小島、いいかね。町の北にある山奥の村の西の小島に小さな祠がある。はい。その中に古びた壺が一つ置いてあるはず。壺。その壺の色を見てきてほしいのだ。わかりました。おかしな頼みと思うだろうが頼んだぞ。了解です。北西の小島の祠の壺の色がもし赤かったら急いで戻るのだ。壺の色が赤かったら急いで戻りなさいと。間違いであってくれれば良いのだが。なるほど。これが頼みですね。で、肝心のフローラがおりませんが。お。ゴンゲン様、私聞いてしまったのです。ご主人様の独り言を。壺が赤く光るとき、いにしえより奴がよみがえるって。広間の本棚にある古い日記のようなものを調べて いらしたときでしたわ。なるほど。ゴンゲン様、どうかご主人様を助けて差し上げてくださいまし。了解です。じゃあ日記はここかな。我が名はルドルフ。この日記を代々伝えよ。決してなくしてはならぬ。今しがた私は巨大な魔物を壺の中に封印することに成功した。奴の体は雲を突き抜け、天まで届くほどの巨大さだった。うん、よっぽどでかいんでしょうね。放っておけば我がサラボナだけでなく、世界中が滅ぼされたことであろう。しかし、残念なことに封じ込めた聖なる壺の力は100年。長くても150年だろう。まあ、随分長いですけどね。壺がその力を失い赤く光ったその時、奴は再びこの世に現れる。まだ見ぬ我が子孫よ、何もしてやれぬが頑張るのだ。私もこのことを後の世まで伝えるため、とりあえず子供だけは作っておこう。では運悪く150年目にあたった我が子孫よ、健闘を祈る、ルドルフより。なるほど。まあ、昔なんか巨大な化け物を封じたのはいいんですけれども、まあ、最近になってね、復活しそうだという、そんな感じでしょうかね。ここにいるはず。あ、いますね。フローラ。そして隣にいるのは、やつですね。アンディですね。まさか、もしかして。やっぱり根源だ。いや、お懐かしい。そうですね。あれからいつも二人であなたたちの話をしてたんですよ。ああ、そうですか。あ、そうだった。紹介します。僕の妻、フローラです。
まあ、アンディはやっぱりフローラと結婚するべきですよね。ゴンゲンさん、お久しぶりです。お元気でしたか？はい、私たちが結婚できたのも皆ゴンゲンさんのおかげ。今はアンディと二人とても幸せに暮らしておりますわ。ポッポ、のろけてますね。でも本当言うと、たった一つ心配なことが。そうなんです、フローラの父ルドマンさんの様子が変なんです。まあ確かに変ですね。落ち着きがなくて時々震えているような。お願いです、父もあなたたちになら心を打ち明けるかもしれません。僕からも頼みます、どうかルドマンさんの悩みを聞いて、そして助けになってやってください。了解です。まあアンディとフローラは、まあ、この別荘でね、お幸せに暮らしてください。あ、そうだ、ちょっと夜にしてみましょうか。夜の話はちょっと変わってくるのかな。まあまずはやっぱり酒場ですよね。お、にぎわってますね。旅の商人が見たっていう赤く光る壺の話を聞いたかい？いいえ。なんだ、まだ知らないのか。人の話をよく聞いておかねえと苦労するってもんだぜ。そうですね。実は俺も昔見たことがあるんだけどよ、その時は普通の壺だったぜ。あ、そうですか。あ、もうすっかり寝てますね。ここのところルートマンさんがよく来るんだよと。このセリフは昼間と一緒かな。うひゃひゃひゃ、お酒を飲んでいれば嫌なことも忘れられますよ。え、嫌なこと？やがて世界を闇が覆って嫌な噂ですよ。しまった、思い出しちゃった、もっと飲まなきゃ。グビグビ。今バニーガールと話そうとしたんですけれども、このおじさんのセリフになっちゃってましたね。いらっしゃい、お目当ては美味しいお酒、それとも私かしら。うふーん昼間と違って随分張り切ってますね。いや、やっぱり人には向き不向きというものがあるんですね。あ、防具屋の夫婦の話を聞いていきましょうか。こんばんは。うちの人ったらこんなに疲れちゃって、ゆっくり休ませてあげなくっちゃ。随分丸くなりましたね。こっくりこっくり。まあ、昼間は武器屋で、武器屋じゃないか、防具屋で働いて疲れちゃったんでしょうね。アンディのところのおじいちゃんおばあちゃんはこっくりこっくり。グーグー。あ、もうすっかりお眠のご様子ですね。じゃあ壺を見に行きますか。あ、そうだ、その前にあれですね、まあせっかくここまで来たんで山奥の村に寄っていきましょう。まあ、山奥の村でも何かしらのイベントが起こるんですけれど、まずは昼間にして、ここは名もない山奥の村だけんど温泉が湧いてるから旅人は結構やってくるだよ。なるほど。道具屋さんは通常営業かな。通常営業ですね。まあ、ビアンカとの結婚ではね、あのベールを、まあ、受け取りに来たり、結構ね優秀な道具屋だったんですが、オラの息子は神父になりてえなんて言ってよ、家の中をまるで教会みたいに飾っちまって、今じゃオラが眠る場所もないんだよ。ああ、そうですか。お、ずいぶん立派になりましたね。教会はまあ通常営業なんですが、まあ、昔来た時はまあこういうね飾りとかはなかったですよね。うん、まあ立派な神父になりましたね。にゃんにゃん。このおばさんは、おやおや、まあまあずいぶん久しぶりだね。ちっとも顔を見せないでどうしてたんだい。まあ、ちょっと石になってましたね。まったく、ゴンゲンさんもビアンカちゃんも危ない旅をしてると思うと心配でしょうがないよ。うん、まあ、肝心のビアンカはね、ちょっと今
不在ですが、ちゃんとこうして心配してくれる人がいるっていうのはいいですね。温泉に入ってたら私の着替えがなくなっちゃったの。誰が盗んだのかしら。いやーね、本当ですね。不届き者がいますね。酒場は夜からだよとか言う人かな、お客さんすいません、酒場は夜からなんですよと。誰か温泉入ってましたね。あ、おじいちゃんおばあちゃん。そんなに恥ずかしがらずにもっと近くへ来ないかね。いやいや、ばあさんじゃなかったのか。こりゃ失礼したわい。何を言っとるんでしょうかね。おじいさんたらいつまでも若いつもりなんだから、しようのない人ですよ。なるほど。まあなんだかんだ言って仲良しのご夫婦ですね。ではダンカンは元気なんでしょうかね。ちょっとね、娘さん不在ですけれども。お、誰かいますね。ああ、宿屋の修行は辛いな。宿屋の息子になんて生まれたくなかったよ、ブツブツ。あ、宿屋の修行中。こっくりこっくり。あ、寝てますね。ああ、いかん、うっかり眠ってしまった。ん？おう、ゴンゲン。ゴンゲンじゃないか。はい。何年も顔を見せずに一体どうしてたんだね。まあ、ちょっと石になってましたね。なんだって？石にされて？そんな危ない目に遭っとったのか。はい。うーむ、なんてこった。ああ、しかし、ビアンカのことは言わんでもいい。必ずやゴンゲンが助けてくれるというのだろう。わしは信じとるよ。ありがとうございます。ところで、その子供は？もしや。そうなんですよ。子供がね、できたんですよ。ダンカンにとっては孫ですよね。じゃあ素直にはい。ドヒャー、やっぱりゴンゲンとビアンカの子か。うんうん、二人の小さい頃にそっくりだよ。それにどことなくわしにも似とるぞ。確かダンカンとビアンカは直接血のつながりはないですよね。まあ、ちょっと気のせいなのかな。思えばゴンゲンとビアンカが行方知れずになって8年も経ったのだな。そうですね、わしも年を取るわけだよ。わはは。こんなじいちゃんに何ができるかわからんが、力になれることがあればいつでも言っておくれ。ありがとうございます。わしはここでみんなの無事を祈っとるよ。もちろん天国にいる母さんもな。うん、いいですね。まあダンカンはね、至って元気でしたので、まあ一安心ですね。でここに不届き者がいますね。しまった、見つかったか。でも、あ、読まなかった。盗んだ宝は返さないぜとか言ったのかな。神田田古文。じゃあギガデインでもお見舞いしますか。あとイオナズンもね、覚えたんで使いましょう。ガンガン使っていきましょう。エフェクトが長い。あ、ラリフォー。まあ安っちい呪文を打ってくるみたいですが、ガンガンこっちはね、ギガデインとか、あ、弱い。イオナズンをお見舞いしようと思ったんですが、あっという間でしたね。あ、シルクのビスチェですね。シルクのビスチェはまあ今となっては守備力下がっちゃいますよね。プリンセスローブの方がやっぱり上ですもんね。まあ、これがさっきバニーガールが盗まれてた服なのかな。バニーガールが盗まれてたじゃないな。バニーガールが盗まれた服なんでしょうかね。返却することはできませんよね。まあじゃあありがたくいただいていきますか。夜にするには一回外に出ないとダメかな。ラナルータと。猫が入り口にいますね。にゃーん。道具屋さんはもう寝ちゃってるかな。あ、起きてますね。ティアンデイ、押し売りならお断りだぜ。ん？なんだ違うのか。また、なんとかとかいう
教団が来たのかと思ったよ。なるほど、ここにも光の教団のこう勧誘みたいなのがあるみたいですね。まあおそらく教会は通常営業でしょう。お、温泉で泳いでる人いますね。全くゴンゲンさんもビアンカちゃんも危ない旅をしてると思うと心配でしょうがないよと。まあ宿屋は別に泊まらなくてもいいかな。あ、もう寝てますね。お、酒場盛り上がってますね。グガグガ寝ちゃってますが、昼間風呂に浸かりすぎて手がシワシワになってしもたわいいと。ういひく、母ちゃんが怖くて酒が飲めるかってんだ。この辺のセリフは以前と変わないかな。はあ、武器屋の旦那寝ちゃったよ、また奥さんに叱られるぞということですね。まあ山奥の村は至って平和ですね。まあちょっとね窃盗事件みたいなのもありましたけれども、あ違う違う、喋りたいです。バシャバシャバシャ、いや空いてる温泉は最高だなやまあ独り占めですね。では山奥の村はまあこんなもんで OK でしょう。そうだ、肝心のあの壺の色をね見に行かないといけないんですけれども、寄り道の方が長いですね。この辺から行けるかな。ここですよね。骸骨、これが壺ですよね。ゴンゲンは壺を見た。壺は燃えるような赤い光を放っている。うん、赤いですね。壺の色が赤かったら、まあ、いち早くルドマンに知らせなさいなんて言ってましたけれども。じゃあもうルーラで勝っちゃいましょうか。お、兵隊。お、ゴンゲン殿。ルドマンさんから、ルドマンさんは先ほどから見晴らしの塔でお待ちですぞ。あ、そうですか。見晴らしの塔に先に行っちゃってるんですね。こんな夜更けに何をしておる。モンスターに間違われ私に切られても文句は言えんぞ。あ、そうですか。ちなみに夜のビアンカの家という、ビアンカじゃないか、フローラの家は入れませんね。犬が邪魔してますね。まあさっきの戦闘でちょっと MP とかも使っちゃったんで一回止まりますか。あ、書人いますね。山奥の村の西にある祠の中で赤く光る壺を見つけたんだよと。このセリフは一緒かな。ではまあ満タンで行きますか。意外にお金ないですねうん、これでじゃあ見晴らしの塔に行ってみましょう。この人のセリフはさっきと変わんないですね。あ、そうだ、昼間の場合は何か話は変わってくるのかな。まあ、町の人はいいとして、ルドマンの奥さんとかはちょっと話が変わってくるのかな。まあ、ちょっと行ってみますか。お手伝いさんの話は変化はないですね。奥さんの話も変わんないですね。まあついでにフローラの様子でも見てきますか。別荘、話変わんないですねなるほど。じゃあ見晴らしの塔というか、まあ町の隣なんですけどね、行ってみますか。あれ入れない。
あ、そうだ。先に、ゴン1に、炎の盾を装備させておきましょう。まあ、ここは、ただ上に上がるだけかな。ゴンゲン、ご苦労だった。そうか、やはり赤色か。はい。その顔を見れば、占い師じゃない私でも、壺の色は当てられるさ。もう、時間がないようだ。さ、こっちへ。いいかね、ゴンゲン。壺の中の悪魔がもうすぐ蘇るのだ。150年前、私のヒー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 じいさん。ずいぶんなんか、あれですね、おじいちゃんが多いですね。1、2、3、4、5、6世代前、それ以上か。要するに私のご先祖様が奴を壺に封じ込めたんだが、その効き目がそろそろ終わるらしい。おそらく奴は憎い血を引くこの私を狙ってくる。うん。もちろんその後サラボナをも滅ぼすだろう。私は家に戻り戦いの支度をしてこよう。まああまり役に立つとは思いませんが。ゴンゲン、しばらくの間ここを頼んだぞ。了解です。来ましたね。ブオーン。でっかいな。一応これはスーファミの拡大機能を使って書いてるのかな。でっかくなるとやっぱりドットが荒くなりますね。ブーイ、全くよく寝たわい。さて、ルドルフはどこだ。隠すとためにならんぞ。ルドルフはもうとっくの昔に亡くなってますね。まあ良いわ。体ならしに貴様らから血祭りにあげてやるわ。ということで戦闘ですね。ブオーン。でっかい。まあゴンゲンは普通に攻撃かな。で、ゴン一くんは、とりあえずフバーハ。ロンは、まあバイキルト。とを、まあ、とりあえずゴンゲンかな。あ、先に攻撃が来ちゃいましたね。いや、痛いな。そしたらば、まあ、ゴンゲンは攻撃で、ゴン1はスクルトで、バイキルトをゴン1かな。うん、まあでもいいダメージ入りますね。そしたらゴン1くんはとりあえずベホマラーで回復。まあ一応ロンにもバイキルトあまり意味ないか。ルカナンって効くのかな。お、効きますね。いや、痛いな。攻撃、攻撃。まあ、ガンガン魔法とかも打っていきますか。ヨナズン。効くのかな？どうでしょう。お、効きますね。で、ロンが危ない。ベホマをロン。で、ヨナズンかな。うん、まあ回復さえ怠らなければ大丈夫そうかな。あ、スカラ、面倒ですね。では、ルカナンで下げましょう。お、激しい炎。まあ、この対策のためにね、一応、耐性のある防具を買ってあるんですけれども、意外に痛いですね。うん、まあ、この攻撃の繰り返しでいけそうかな。お、ナイス回心。うん、この稲光がやっぱり痛いですね。では、ベホマラーで、イオナズンかな。お、回心いいですね。136のダメージか。
ここは一回ベホマラかけた方がいいかな。まあ、このまま押していきますか。わ、スカラ。ルカナン。まあ一応かけますか。物理攻撃が2人いますからね。じゃあこのターンはヨナズン。お、倒しましたね。意外にあっさり。お、9500。でも誰もレベルは上がらないと。なんと最後の鍵を見つけたということですね。よし、これで、まあ、目的のね、物が手に入りましたんで、こうして壺の中の悪魔を倒したゴンゲンたちはルドマンの屋敷へ知らせに行った。わっはっは、いやー愉快愉快。さっきと全然テンションが違いますね。私が支度している間に倒してしまうとはな。さすがはゴンゲン、いやー愉快愉快。大喜びですね。ますますゴンゲンのことを気に入ってしまったわい。ありがとうございます。これから先も親子で力を合わせ頑張るのだぞゴンゲンよ。はい、了解です。まあまあ、あなたに子供ができたのね。はい、でもいいことゴンゲン、子供がいるだけでは親にはなれませんよ。はい、反対に子供から一つ一つ教えられて本当の親になっていくのです。うん、深いですね。大丈夫、あなたならきっと良いお父さんになれますとも。うん、そうなるように頑張ります。ルドマンは相変わらず喜んでますね。うん、まあ何はともあれめでたしめでたしですね。ゴンゲン様、助けていただいてありがとうございました。いえいえ。ルドマン様の笑い顔、本当に久しぶりで。おかげさまで町の人々も何も知らずに済んだようでございます。うん、まあこれでサラボナの町も、まあ、150年くらいは安泰なのかな。あ、でもブオンを、まあ、完全に倒したんでもう二度と復活することはないのかな。ルドマンさんの屋敷から笑い声が聞こえます。きっと心配事が片付いたのですね。よかったな。そうですね。では防具屋さんはどうでしょう。うちの人があんなにたくましいとは思わなかったよ。私は惚れ直したねと。セリフは変わってないかな。じゃあフローラ入りに行きましょうか。お、降りてきてますね。さっきはなんかロフトにいたんですけれども。お父様を、そして町を救っていただいて本当にありがとうございます。いえいえ。ゴンゲン様の旅のご無事を心からお祈りいたしますわ。ありがとうございます。そうでしたか、150年前の魔物とは。きっと魔物にとっては数日くらいの時間だったのでしょう。なるほど、そうかもしれないですね。ルドルフおじいさんがすでにいないなんてわからなかったんですよ。そうですよね。結局ブオンはルドルフを倒しに来たんですよね、きっとね。まあそのとばっちりを、まあ、ルドマンが食らってるっていう、まあそんな状況でしたよね。町の人のセリフはもうこれ以上は変わらないかな。まあ、一応最後に酒場にでも寄ってみますか。うん、変わんないですね。で、相変わらずかな。ということで、まあ、無事にね、ブオンを倒しまして、最後の鍵を手に入れましたんで、まあ、とりあえず今回もネットの宿屋に戻って、まあ、セーブしてね、終了したいと思います。まあ、一応一泊しまして、うわ、高いな。お金が全然ありません。
ではまたね、ネットの宿屋でセーブして終了したいと思います。3番かな。うん、OK ですね。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、権現でした。